DJ ケンタのピッチでラジオ、イエーイ。はい、こんにちは皆さん、今日も始まりました DJ ケンタのピッチでラジオです。背番号13番村井健太がお送りさせていただきたいと思います。はい、本日のゲストはジョイフル本田つくば FC 背番号1番森本聡選手です。入り方、はい、グイグイ。こんにちは。入り方の癖強すぎでしょ。名前もう一回。名前もう一回。背番号1番森本聡選手です。こんにちは。こんにちは。ちょっとあのテンパっちゃった。はい、早く。やっぱそういうの慣れてないですもんね。ちょっと慣れてないから早く行き過ぎない。まあまあこういう感じでちょっと森本選手、僕結構喋るんですけど、だいぶ変わり者です。出会ってきた人生の中でも5本指に入るぐらい変わり者なんで、相当そうかな。そうでしょう。そうかな。ね、まああの変わるけど、まあ、皆さんはねちょっと見えないから何とも言えないと思うんですけど、うん、まあちょっとねモンゴル仕込みのイケメンなんで、うん、まあちょっとねこれから森本選手にはいくつか、はい。質問をしたいと思いますので、お願いします。それでちょっと皆さん妄想を膨らませながら、うん、ちょっと考えていただければなと。ちょっと今どんな人物なのかっていう、うん、あの入り込みからちょっとこいつおかしいなみたいな感じになってると思うんで、そこはちょっと僕が掘り下げていきたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。ということで、ね、早速質問していきたいと思うんですけど、はい、まだね先ほどモンゴル仕込みのイケメンと言ったんですけど、うん、身長だったりも高いんです。身長おいくつですか。 185.5cm。 聞きましたか、185.5cm ですよ。まあまあまあ、でもキーパー190ないとダメって言われてるから、まあ、キーパー界ではちっちゃい方かなっていう。割と僕見てきた中で大きい方なんですけど。それ海外でしょ、うん、まあ確かに。まあで、体重は体重73。だからそこ弱くなるんだよな。毎回聞くと弱くなるんですよ。あと5キロ欲しいな。でそういう部分ではやっぱり森本選手はちょっとストイックだなって部分は僕一緒にいてすごい思うんですよね。まあそうかな。俺はスティックだと思ったことないけど、まあ、よく言われますね、うんうん、今喋ってるんですけどすげえドヤ顔がちゃって若干腹立ちます、うん、いやで僕森君と出会ったの筑波なんですけど、出身はどこなんですか、はい、出身は東京都北区赤羽。出ました。僕赤羽大学時代かなりお世話になったんですよ。もう飲み屋のね、あのよくはしごさせていただきました。あいいよね、鹿浜とか、ね、浜とか近く。あいいね、鹿浜とかよく行ってた。素晴らしいね。そうなんですよ、あの雰囲気いいよね。はい、お世話になったんですけど。めちゃくちゃ楽しいですよね。楽しいよね。ちょっとねそこは皆さん行っていただければ分かると思うんですけど、ぜひ。赤羽は本当に飲みてほしい。はしごでオールということでね、まあ出身地なんかはね、そのね飲み屋街の東京都赤羽というところなんですけど、はい、まあ、あとはね、今個人情報若干聞いたんですけど、これサッカーでポジションなんかとかどこなんですか、うん、ポジションはゴールキーパーです。ゴールキーパーです。はい、出ました。もうゴールキーパーって言っても身長がまず高いんで、大体皆さんね、ゴールキーパーだなと思ったと。うん、まだちょっと細いけどね。まあ、そうなんですよ、意外と細いんですけど、脱いだらめちゃくちゃやばいです。脱いだらやばいです。脱いだらマジモデル。クリスチアーノ・ロナウドと森本くん、どっちが顔だけ隠したら分かんない。いや、わかるだろう。そこはそこはわかるだろう。そこはクリスチアーノに失礼。いや、クリロナはやばい。クリロナはやばい。クリロナはやばい。で、森本選手。はい。サッカーいつ頃から。サッカー高校1年生ですね。これちょっと皆さんびっくりですよね。高校1年から始めてるんですよ。そう、まあ遅いですね。サッカー始める人とか、うん、今こうやって僕らのリーグでやってる中ではかなり、ちょっと遅いのかなと。確かに。かなり遅い。あんまりいないですね。じゃあ、高校まで。はい。やってなくていきなり高校でやろうと思ったきっかけみたいなのとか、うん、きっかけ、まあ体鍛えたりするのは好きだったんで、まあそれをなんか競技やりたいなと思って、まあいろんな動きがあるサッカーのゴールキーパーっていうのを、まあ、楽しそうだなと思って選択しました。じゃあそのサッカーをやってなかった、うん、本当に少年時代、うん、森本選手はどんな子供だった。いやもう変わってましたね。でしょうね。もう今と変わんない。いや今本当に勉強しかしなかったんで。いや皆さんちょっと今聞いたと思うんですけど、森本選手めちゃくちゃ頭いいですよ。変わり者と頭いい人紙一重って まさにこのことなんで。いや本当に勉強しかしてなくて、チームスポーツとか一切やってなかったんで、本当にもう社会性がなかったです。サッカーのおかげでまあちょっとマシになったかな。まあそのおかげでのパンクして今ちょっと大変
変わり者にはなっちゃってますか。まあサッカー界では変わり者かもしれないですね。別に一般人でも変わり者ですまあ、そうですね。はい、ということで高校からサッカーを始めてということで、はい、うん、まあ、いろんなチームを得てだと思うんですけど、はいはい、筑波FCに入った、うん、きっかけ、まあ、大学で筑波大学に来て、はいはい、で筑波大学のサッカー部に入ったんですけど、はい、まあ、僕の学部が、まあ、理系の学部で、まあ、あまり部活に専念できなくなってしまって、お、はいはいはい、まあ、それで当時筑波FCが、まあ、夜活動してたので、はいはいはい、で、まあ、社会人の人が主に参加してたので、まあ、それ、はい、その方がサッカーできそうだなっていうことで、まあ、副島さんにも誘っていただいて、はい、で加入しました。それで入った、はい、僕らなんか今朝からやってるんですけど、はい、そうですよね、前は夜からやってたって、うん、そうですね、夜あの万博記念公園のグラウンドでやってました。いやもう万博記念公園ずっとやってないですけどね、スクールとかやってる方とかはね多分分かると思うんですけど、うん、あの万博記念公園でもジョイフルサッカーやってたんですけど、うん、結構下硬いですからね、硬いですね。まあ僕にとっては恐怖のグラウンドなんですよね腓骨を骨折したってい いやもうそもそも森本選手は足首ぐちゃぐちゃなんですぐ外れちゃうんですよ。いやもう結構抱えてますね。いやもう本当にね、怪我とか結構するタイプなんですよ。こんだけ鍛えてるんですけど、まあ怪我するぐらいやらないとダメっていう俺の中でちょっと良くないあの考えがあるんで、でしょう、ある意味ちょっと M でちょっと変態的な部分はあるんですけど、森本選手は。で筑波 FC っていうことは何年目ぐらいですか。筑波 FC は1年やって、で1回就職したんで、はい、挟んでの就職挟んで、でモンゴル挟んで復帰ですね。だから復帰して今年2年目なんで、まあトータルで3年目ですかね。あ、トータルで見たら3年なんですね。3年目ですね。まあ、いろんな経験を得てね、筑波FCに入ってっていうことなんですけど、うん、まあこういう、まあ、アマチュアの世界なんで、はい、まあ、サッカーやっぱ午前中やってってありますけど、うん、やっぱ午後は仕事しなきゃいけないと思うんですけど、そうですね、どちらで勤務されてるんですか。つくばウェルネスパーク、あ、じゃあウェルネスパークつくばです。ウェルネスパークつくば、ウェルネスパークつくばっていうと、うん、ホームスタジアムのね、あ、そうですね、関所チャレンジスタジアムの、うん、隣にあるまあジムというか、うん、ジムとプール、まあ、スポーツ施設になるんですけど、うん、まあ、そこで働いてるということで、はい、そうですね。主にどんな仕事内容。まあ主にジムのインストラクターですね。あ、その例えば機械のやり方を教えたりとか、まあ、トレーニングの仕方とか。あ、はいはい、それを森本選手が教えてるんですか。はい、大丈夫ですか、伝わってます。いやもう顧客をいっぱい抱えてますね。でも僕もたまに行ったりするんですけど、はいはい、森本選手めちゃくちゃ人気なんですよ、ね、ありがとうございます。チームの中で喋られてるだけじゃなくて温泉入ってもすげえ挨拶されてるから、うん、まあちょっとおじいちゃんから人気ですね。おじいちゃんから、おじいちゃんおばあちゃんからやっぱりね、はい、そういうね、おじいちゃんおばあちゃんだったりもすごい来てくれるような施設で、うん、はい、みんなすごい来やすい施設だと思うんでね、はい、皆さんぜひ、はい、来てください。皆さんぜひ、聞いてる方は森本選手にいろいろ教わっていただけたらな、うん、はい、ぜひ、はい、とは思うんですけどね、はい、はい、まあ、森本選手の個人のことを今聞いていったんですけど、今度は若干チームのことに話を移したいと思うんですけど、はいはい、今チームどうですか、どんな雰囲気ですかね。チームの雰囲気ですか、はい、まあ、練習やってて、はいはい、まあ、例えばね、前回なんかは小松コーチに来ていただいたんですけど、まあ、コーチも変わったりとか、はい、選手がやっぱ半分ぐらい新しい選手が入ってきてるところで、はい、ちょっと変わった部分だったりとか、どんな雰囲気とか、だいぶ新しい選手が入ってきたので、まあ、雰囲気はだいぶ変わりましたね。で、まあ、去年に比べてやっぱり選手の、まあ、全体のレベルが上がったと思うので、はいはい、まあ、去年のこの時期に比べてチームの雰囲気は、まあ、競争だったり多くていい雰囲気かなと思いますね。そうですね、僕もやっぱり、前回小松コーチとも話してたんですけど、うん、いろんなやっぱり色があって、うん、そうですね、また去年の全国社会人サッカー大会を経験した選手だったりもいて、うん、はいはい、で新しいその、まあ、色加わって、うん、まあ、そのジョイフルっていうチームがすごいいい部分で変わってきたかなっていう印象があります、うん、はいはい、練習内容とか取り組みでもやっぱりみんな変わってる部分っていうのは森本選手から見てどうですか、うん、変わった、まあ、小松コーチが入って、まあ、練習前の、 あのパソコンとかなんか
まあ、僕はキーパーなんで、あんまり、まあ、全部関わってはないんですけど、まあ、細かい、その、なんですかね、タイミングとか、パスを、引き出すタイミングだったり、まあ、周りの選手のサポートの意識だったり、すごい、細かく練習してるなと思うので。あれはめちゃくちゃ考えますよね。すごいですね。もう頭ついていかない。今日とかもすごいついていけない選手いっぱいいましたからね。キーパー陣ちょっとちょっとアタフタしてた。森本にしよう。そう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 。はい、ということで、まあ今ねチームのことについても聞いたんですけど、まずちょっと若干個人のことに戻りまして、はい、個人としてのコンディションはどうですか。コンディションそうですね。まあちょっとオフ明け、まあ怪我と体調不良で、まあちょっと。まあ、参加できなくて、まあ、結構落ちてしまったんですけど、まあ、徐々に戻りつつあるかなっていう感じですね。戻ってきてました、はい。まあ、ちょっと悩んでましたもんね。そうですね、まあ、前後社会人サッカー大会とかの動画見ていただくと分かるんですけど、はい、めちゃくちゃ止めるんですよこの選手。いや、まあ、あの頃の体が戻ってくればもっといいパフォーマンスできるなと思うんですけど、まあ、僕今若干先走っちゃったんですけど、うん、まあ、森本選手の注目してほしいプレーなんかとかやっぱそういうとこなんですか。まあやっぱり誰もが入ったって思うシュートを止めるっていうのがやっぱりチームの流れも変えると思うので、うん、はい、まあ、大事にしてるところですね。いや、もう本当動画見ていただいたら分かりますよ皆さん、めちゃくちゃ止めてますからね。そこは本当ちょっと見ていただいて、で、ぜひ足運んでいただいて、その森本選手のその止める、そのストップする部分だったりっていうのをちょっと見に来ていただくと、沸かせたいですね。もうなんかキーパーの技術が云々よりも本能で動いてるような感じですよね。いや、そんなちゃんと考えてる。もうなんかぐちゃぐちゃになりながらも止めてるっていう感じのイメージだから。ちゃんと考えてる。準備があった上で、準備があった上でのってことです。はい、まあ、はい、ということでね、ここでリクエストソングを、はい、あ、紹介していただきたいんですけど、はいはい、リクエストソングはとスキマスイッチさんの全力少年です。出ました。出ました。僕らの世代なんかとかほんとすごい聞いてたと思います。スキマスイッチさんの全力少年になりますね、はい、そうですね。ということで、うん、まずは皆さんに聞いていただきたいと思います。それではスキマスイッチさんで全力少年です。どうぞ。はい、この曲なぜ選ばれたんですか。なぜ、まあ、サビの部分で僕らは少年で全力だったっていう歌詞があるじゃないですか。はい、ありますね。まあやっぱりそういうのはいつまでも忘れないで、まあやっぱりみんなやっぱりサッカーを始めた時とか、はいはいはい、本当にもうサッカーが好きで、うん、もう毎日もう本当サッカーのことだけ考えてもう上手くなりたいっていう気持ちで頑張って練習してたと思うんですけど、うん、まあ、初心じゃないですけどね。そうですね、そういうのはすごい大事だと思うので、はいはいはい、この曲はなんかそういうのを思い出させてくれる曲なので、まあ、好きですね。いや、森本選手にしてはめちゃくちゃ中身深いような選び方してるじゃないですか。もちろん僕なんかちょっと頑張る感じの曲だからみたいな感じがめちゃくちゃしっかり中身あるような理由だったんですよ。全然ノリで選んでるわけじゃないから。それは俺の固定概念だ。すいません。っていうことで、それでは最後に、はい、ちょっとサポーターに向けてぜひメッセージを言っていただけたらなと思うんですけど、はい、いつも応援ありがとうございます。去年は、まあ、リーグ戦5位で、まあ、全国社会人ベスト4まで行ったんですけど、まあ、ギリギリ負けて、まあ、地域決勝まで届かなかったんですけど、まあ、今年は去年の悔しさを、まあ、忘れないで、まあ、リーグ戦でも、まあ、全国社会人地域決勝でも、まあ、必ず JFL に向けていい結果を残したいと思うので応援よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、どうですか。はい、初めての初めてのレディオ、はい、レディオレディオ壊れかけのレディオ、すごい楽しかったです。いや、僕もね、森くんとめちゃくちゃ喋るんで、はい、ちょっと話も振りやすかったし、はい、すごい楽しい。いや、村木さんすごいですね。僕もすごいですか。いいパーソナリティですね。いや、どっち磨いていくんだって、もうサッカーじゃねえのかって。さすが。いや、でも大事、そういうの。やっぱりこういうのね、一人ぐらいチームにいてもね、うん、いいんじゃないかと思うんで。大事ですね。はい、ということでね、今日もお時間になりましたので、はい、はい、本日はジョイフル本田つくば FC背番号1番森本さず選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではピッチでラジオでした。
バイバーイ。